ちは。パスガードミッドソン、シアキャンプの大輔です。今日は、ディフェンスと簡単なパスガードを、紹介していきたいと思います。最初はあれですね、マウントからの十字締めの対処、まあ、よくあるんですけど、相手がマウントから十字締めを着て、まあ、締めていくってパターンで、もし最初来たら、この手がこっちに当たってくるってやっぱかなり厳しいので、この二の腕のこの肘のラインを引いて、こっちを引いていきましょう。脇を締める、ちょっとこれ開きます。で、脇締め、相手はさらにもう一個持っていこうとしたら、こっちを押さえます。一旦これで動きを止めましょう。で、相手が登っていこうとして、上にこう登ってきて、こう重心を取ろうとしていったのに合わせて、このまま肘中にして引き下げる。で、まあ、このままこうワンレッグにつなげてもいいし、もう一回エビをして戻すっていうことをしてみてください。もう一回やると、まあ十字目っていうのは両方の頸動脈を締めるので、持ってきて、これが当たらないようにこっち側に引く、手をカップ状にして、でもう一個持ってきたら、さらにこれをこう開く。大体登ってくるとしたら、これに合わせて肘を中に、前腕を入れて、前エビして、膝を入れる。この中でかなり、強くなる。足かければワンレッグもいけるし、一回エビをして中につけて、ガードに戻すっていうディフェンスを試してみてください。じゃあ、いわゆる洗濯バサミっていう技もあって、まあ、こう、アームロックを耐えてて、たまにこう、足、横に投げ出して、下にこうやって決めてくる人います。で、まあ、この場合っていうのはこう裸だと結構厳しいんですけど、この場合道着がこうやって存在しているので、まずやるのはこれを、この手を守るようにしましょう。で、相手これ固めてきてるので、こっちを上に持って足上げながら、足の振る動きとこれをプッシュする動きを同時に外して、上に取るようにすると、まあ、案外簡単に逃げることができる。まあ、この場合は裸の技じゃないので、道着が存在しているので、パンツを持ってプッシュと、体幹を固定して相手側に向けるっていうのが結構重要になってきますよね。相手がアームロック取ってきて、座った結構来て、またこれ金具持って、こっちプッシュ、足を揃えながらこういう動きする、こういう動きとプッシュを一気にずらして、で金具を押す、トップを取るようにしてください。で、例えばその、まあ簡単なパスガードの説明としては、相手が、いわゆるこういう状態でシットで座っている状態、よくまあ皆さんあるんですけど、これよくあるのがシットガードっていうのは前側に対しての防御が強いんですよ。あんまり頭を合わせずにこうやっていくと立たれちゃったりとか、まあ、スイープにつながってしまう、相手の攻撃点を合わせてしまうので、必ず相手がシットで座っている時っていうのは頭位置を同じ位置に合わせていくのが重要になってきます。で、まあ、それも含めてズボンを持ったら片足を上げましょう。まあ、こっち片襟を持ってるんだったら片襟がこっち側になります。足を上げて膝を入れながらこっち移動します。このイメージは横にサイドに移動して膝を入れてるっていう、まあ、動きではなく、立体的に考えて左膝が当たって横に移動するっていう動きになります。持ってきたら片足上げて1、ここで踏んでる状態で、この時にこのまま上抜きではこの人は受けないんですよ。だから自分の片側を相手の顔面に当てるようにして上抜きして、このズボンを引き上げるとしっかりパスガードをすることができます。もう一回やると、まあ、こういう状態ですね。この状態から1、片足を足上げて1。逆に相手が逆の肩を持っている場合はこっちに上げます。これは肩でコントロールされちゃうので、上げて1、こっち側で体をつけながら上抜きして、パスガードまでつなげるっていうのは一つですね。まあ、あとはよくあるのも、まあ、不十分なガードではあるんですけど、たまにこう相手は肩襟肩袖でこうデラフィーバーを作って、こういうパターン、まあ、これ自体は実はこう浮かされちゃう可能性があるんですけど、
解除はすごい簡単なんですよ。あの前腕部分を押し当てて道着を持ちます。でつま先を外側に、要はデラヒーはそもそも内側にこれがいればいいほど苦しくなってくるので、ただこの場合はかかとを持ってるデラヒーバーっていうのはフルガードでこうなってる状態なので、つま先外に出して、外に出しながら膝をこういう風に伸ばすと外れます。外れたら膝を内側に持ってきて、またいで踏んで脇を刺して下抜きをするとパスガードが完成します。もう一回やるとこの状態から持ってきて、この状態合わせて相手のデラヒーバーをしっかり積んでるので、で伸ばして内側に持ってきて、またいで入れるっていう感じにすると、あ、しっかりピンを刺すことができて、かつパスガードをしやすいっていう状態になります。でラストが抑え込みの種類です。これはあの大体こう初めての人よく迷うんですけど、サイドポジション2種類ですね。いわゆる首の下、脇の下のサイドポジション、これと片側の崩れ紙仕事2種類ですね。これができると、覚えるので、まあ、ここら辺を覚えておくとパスガードがうまくなると思います。首下、脇下のパス、脇下のパスっていう感じの2種類をやってみましょう。以上ですね。はい、今日久しぶりの近いですからね、毎週来てるんですけどね。はい、じゃあ最近中毒性が高いっていう噂をですね、皆さんモノマネやってください。お願いします。そこでよ、駐車場管理見つけちゃって、いいか、立川に来いよ。レッツゴーレッツゴーレッツゴー。ありがとうございました。